皆さんこんにちは。ここは JR 金沢駅です。今回は第3セクターに青春18切符で乗ってみたという動画でやっていきたいと思います。第3セクターは JR 線ではないのでもちろん18切符使えないんですが、ここ金沢から坪田までは第3セクターでも18切符使えるんですよね。今回はその区間で青春18切符で乗っていきたいと思います。ということで、坪田まで乗っていきたいと思います。ということで JR 金沢駅の改札口にやってきました。こちら愛の風富山鉄道の富山高岡間 IR 石川鉄道から鉄道線の坪田金沢間は JR へ通過利用する限り通列車に乗車できますと書いてあります。そのためね、青春18切符で坪田までね乗ることができます。ということで今回使う青春18切符、こちら青春18切符ですね。自動改札は通すことができません。有人改札から入場していきましょう。では青春18切符で入場していきましょう。あ、すいません、18切符で。はい、どうぞ。今回坪田まで乗車していく列車はこちら13時45分発泊まり行きです。発着ホーム5番線ですね。5番線の方へ移動していきましょう。ということで JR 金沢駅の5番線にやってきました。今回乗車していく泊まり行き愛の風富山鉄道ですかね、こちらに乗っていきます。それでは青春18切符で乗車していきましょう。5人試験の車内こんな感じです。18切符使えるのはね、姿までなんですよね。姿や力はこちらの青春18切符を利用して奥に行くことはできません。姿の隣だったらね、どこに行っても大丈夫です。富山とか泊まり本に行きたい人は姿からの有効乗車券が必要になります。面白いことにね、金沢の隣駅同士は西金沢、東金沢というんですね。13時45分坪田金沢駅発車していきます。これの車線でね、坪田まで乗っていきます。東金沢まで行きました。東金沢と間違えそうになりますね。13時49分、東金沢駅を発車していきます。東金沢と間違えないように気をつけないとね、車掌さんとか間違えてました。森本までやってきました。次の停車駅は下車駅の坪田のわけなんですが、森本も坪田もなんか名字にありそうな感じの駅ですよね。13時54分森本駅発車していきます。ということでね、開けるのボタンを押しましょう。ということで金沢から12分、坪田にやってきました。青春18切符が使えるのはここまでなんですよね。5人しけろ223系顔、やっぱりかっこいいですね。出口までやってきました。月謝にあるか聞いてね、あったら月謝にもらい出場しましょう。あ、すいません、
ここってあの下車員あるんですかね。はい、ありますよ。あ、じゃあお願いします。今どっから来られました。あ、金沢から来ました。金沢から。金沢から大阪まで、うん、はい、はい、ありがとうございます。